こんにちは、250番です。今日ですね、僕の好きな映画の幸福な囚人の監督から講演にもお声掛けをいただいて、その監督がやっているチャンネルの目視録というのがあるんですけれども、そちらの方に出演させていただいた時のお話をします。そこのチャンネルはですね、恐怖体験とか社会問題とか都市伝説なんかを扱っているチャンネルなんですけども、チャンネルの運営者の天野監督というのはですね、なんと医大を出ていて、現在医療関係のお仕事をしながら映像制作のことをやって、さらに他にもいろいろと展開をなされている偉大な方です。偉大なだけに。で、そのチャンネルの第一作目の投稿に自分を使っていただけたんですね。本当に意外ですよね。すいませんでした。で、その動画のクオリティが本当に半端じゃなくてですね、でこんな部屋で動画をね撮ってるのが恥ずかしくなるような映像でした。僕はこれまでの動画、刑務所ネタとかヤンキーネタ、ちょっと変わった人に話しかけたりとかして、ジャンルとしてそういうのを気軽にこうペラペラと喋りながらやってきたんですけど、どこかでなんていうのかな、他人事のように自分のことじゃないような感じで喋ってたんですね。犯罪から足を洗って刑期も終えて、反省しました、更生しましたっつって、もうそ知らぬ顔でこうやって YouTube を撮ってたんですね。ただあの映像を見た時に、もう本当ですね、すごいフラッシュバックをしていろいろと思い出して、うわマジかよって思いました。本当に具合が悪くなりました。なんだよこれ、これ自分かよみたいな、そんな感じですね。なんていうのかな、ガキの頃に奇跡体験アンビリバボーとか、なんか外国の悪いやつとか出てきて犯人で、うわうわマジかよ、なんだよこの事件みたいな感じになる感覚で、なんかすごい自分に対してなんつうのかな、嫌悪感みたいなのをすごい感じました。でもそんな中でもすごいかっこよく撮っていただいて、実物これなんですけどね、僕はこうやって入れ墨とかを出して暴走族とかつけてクリックさせて再生回数上げようとか、そういうのを安易にやってきたんですけど、そういうのを心のどこかで過去のこととか家庭環境が悪かったこととか、そういうのを理由にして、なんかこうやって映像にしてネタにすることによって、全てを許されようとしてた、なんか美化して終わらせようとしてた自分の中で、なんつうのかな、自分は異端児みたいな感じでちょっとカッコつけて正当化しようとしてたんだなってすごい思いました。で、あれ撮ってる時にいろいろと思い出して、実はすごい辛かったんですけど、今回出来上がったのを見て、天野監督の映像とか BGM がすごい素晴らしいチョイスだったから、またなんかその時に戻って、小学校の時に父親にボコボコにされた時のこととか、人格から何から全て否定される暴力、久々にこの年になって心も体もえぐられちゃう感覚を久々に思い出しました。やっぱり人間って少なからず良心っていうのがあるんですよね、どんなやつにも。だからちっちゃい時とか悪いことをするとなんか心がすごい嫌な気分になるけど、それがこれはいっかこれはいっかってやってるうちにだんだん麻痺して歯止めが効かなくなって当たり前な感じになってっちゃうんですよね。で、いざそういうのをやめてこうやって動画だけ撮ってる生活になると、なんかもう全部忘れちゃって、そういうのを都合よく、で、もう刑期も終わったし、もう別に今悪いことしてるわけじゃないから、こううまく言えないけど、みそぎは落ちたみたいな、そういう感覚になってました。いい意味で、そういうのを思い出させてくれる、素晴らしい作品でした。なので、まだ見てない方は、よかったら見てみてください。で、この非常にクオリティの低い映像と見比べてみてください。あれ、ほんと半端ない映像の技術ですね。ザーっていうやつとか、どうやってやるのか、これ全然わかんないですね。なんか文字がバーンって出てきて、ね、透けてて、こう動くやつとか。どうやってやってんだろうな、ああいうの。でも、自分が映画を見て、この作品いいなって思ってる監督から声をかけてもらって、その人のやってる YouTube の作品の第1号としてこう出してもらえるっていうのは、本当に幸せなことで、光栄でございます。ありがとうございました。なんていうか、あれを見た後、本当に食欲がなくなって、例えるんだったら、逮捕状を見せられた時みたいな、なんか変な気分になりましたね。ああいう事件とか社会問題を扱ったりとか、都市伝説みたいなのを話してる番組っていろいろあると思うんですけど、大抵はですね、ネットの情報とかちょろっと知れたような情報なんかで適当になんかそれっぽい映像をつけてやってるようなチャンネルがほとんどだと思うんですけど、もう監督の作品はすごいリアル、久しぶりに動画見ただけで心をかき乱されました。もう一回言いますね、目視録っていうチャンネルです。概要欄に貼っときますので
まあでもこんなことを言いながら、僕は昨日、JK とデートしたんですけどね。まあでも YouTube ってほんとすごいっすよね。そうやって、知らない人との輪が広がったりとか、まあこんなおっさんになって、若い子とね、街ブラブラできたりとか、まあいろんなことできちゃうんで、すごい楽しいです。まあこれからもいろいろ撮っていきますので、今日は他のチャンネルのご紹介だけの動画になっちゃいましたけど、まだ見てない人はよろしくお願いします。で、さっきバーミンから連絡が入って、まあもしかしたらスパーリングをやることになるかもしれないです。まあいつもね、直前になって、グローブ忘れましたとか、ちょっと仕事が忙しくてとか、まあそういう言い訳ばっかするんですよね。本当に。僕は朝6時に起きて帰ってくるの23時とかで、それでも2日に1回とか3日に1回ずっと動画出してましたからね。あんな1分2分喋るだけの動画だったら別に出せるんですよ、やる気があれば。皆さんもバーミン君みたいにもう言い訳ばっかして口だけペラペラ偉そうなこと言って、まあ、行動しないような人にならないでください。ではまたよろしくお願いします。250番でした。